久保です。今年も約半分が過ぎ去ろうとしています。明日やろうはバカやろうだという精神で頑張っていきましょう。さてさて、今日のテーマですが、負けてる人必見、 BTC 25,000ドル買い炸裂、勝ち組トレードの秘訣とはをお届けします。飛ばさずに最後まで見てください。教えてクレメンスという方はグッドボタンを押してお知らせください。クローズドディスコード興味ある人向けズームセミナー大好評でした。参加したかったけど都合がつかなかったという人は録画がありますので LINE ください。勝ち組の秘密基地限定ディスコードという LINE へ連絡をお願いします。それでは本題に入ります。こちらビットコドルの週足、もうちょい拡大してみましょう。日足です。ぶち上がっておりますね。私何度もピンクの LINE で買う言いましたよね。多分2ヶ月前くらいから毎週毎週ピンクまで引きつけて買う言うてました。特に初心者にはおすすめです。とここまで言ってビットコ買ってねえやついねえよな。はい、すいません、言ってみたかっただけです。別に買ってなくても良いです。またチャンスはあります。ただ一番いけないのはフォモ、買い遅れ恐怖のことです。フォモって高値掴みをすることです。これが一番いけません。中には勝てる時もあるでしょうが、繰り返せば最終的にお金がなくなります。それは期待値がないからです。25,000ドルの緑の丸で買いを入れて、まあドンピシャだったわけですけれども、僕がどのような思考でここで買ったのかをお伝えします。一番大事なのはちゃんとシナリオを立てて、リスクリワードが良いと、これは期待値あるなと、これで負けたら仕方ないと思える場面まで待って実行する、それだけです。勝ち続けるトレーダー投資家はこれの繰り返しをしているだけです。 BTC に対しての見解は、銀行危機時に買われた、すられ続ける法定通貨に対しての価値保存需要がある、ショックが起きたら短期的には下がるだろうが利下げするのでその後上がる、リスクオンになったら余剰資金が入って上がる、来年半減期を控えてる、それを見越した買い圧、いろいろ考慮すると今年は買いで行くべきだろう、ではどこで買うのかという思考でいました。あとはテクニカルな判断でタイミングを測ります。こちら週足です。長期チャートのポイントになっている価格帯、これは多くの人が意識する価格帯です。トレードって人気投票なので、今回買いで狙っているなら大多数の人が買いに傾く時にシンクロさせれば良いのです。もう少し拡大してみましょう。日足です。下降ウェッジで高値を切り下げていたわけです。なのでウェッジの下限とピンクのところが重なるところで買いを入れたいわけですね。縦長の赤丸、SEC の規制報道で下げた翌日全戻ししましたが、短期下目線でまだ下がる可能性が高いからそこで買いを入れたいと話しました。まだピンクゾーンへの侵入が甘いと思ったからです。そして緑のところまで来たところで買いを入れました。25,000ドル弱です。ここで買いに踏み切ったのは、リスクリワード的に考えると今年2万ドル割れはもうしないと思っていて、来年半減期後には史上最高値6万7千ドルを目指せる、損失マイナス6千ドルに対して利益4万3千ドルです。リスクリワード1対7、史上最高値更新したら1対10とかそれ以上になります。これは割が良いと思いませんか？これで負けたら仕方ないと思いませんか？おそらく世界中の勝ち組投資家は今年 BTC の押し目買いを狙っていたと思います。それにシンクロさせるんです。分かりやすい時だけやる、それ以外はやらない、これで勝てます。結構単純なんですよ、投資とかトレードって。ただそんなにしょっちゅうチャンスはないってことも事実です。なので何も考えないで上がりそうだなとか下がりそうだでポチポチしてると、僕らみたいなガチ勢の養分となります。気をつけてください。ということで今日は負けてる人必見、勝ち組トレーダーの思考をお伝えしました。よかったという方はグッドボタンを押してお知らせください。クローズドディスコード興味ある人向けズームセミナー大好評でした。参加したかったけど都合がつかなかったという人は録画がありますので LINE ください。勝ち組の秘密基地限定ディスコードという LINE へ連絡をお願いします。これからも皆さんが成功し続けるために必要なことをお伝えしていきます。それでは今年前半あと少し、一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。僕についてくればもう満体です。ディスコに入ると完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。